も、チョロです。ポケモンの PVP の動画を上げております。今回はですね、ピクシー、ドククラゲ、電流っていうパーティーで、ハイパーリーグ潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、相手がベロベルトということで、これは出し負けなんじゃないかな。確かカビゴンとかでも出し負けなので、ベロベルトも出し負けになると思うんですよね。ただこいつに自信を覚えてる可能性あるので、裏のポケモンは投げづらいなっていうのがあって、ちょっとね、悩みどころですね。で、相手が打ってきた技が、しっかりシャドーボール打ってきましたね。シャドーボール自信型みたいな感じなのかな。のしかかり切ってるパターン、あるいはのしかかりとシャドーボールなのか。とりあえずね、ここでコメットパンチ入れていって、ダメージ取っていくんですけれども、張ってくるんじゃないですかね。張ってきましたね。で、張ってきたので、とりあえず相手が、ね、打ってきそうなタイミングでドックラゲ投げていったんですけれども、シャドーボー打ってるんじゃないかな、おそらく。おそらくシャドーボー打ってますね。で、そのまま突っ込んでくるのかなと思ったら、突っ込んできて、でも結構な火力出してきましたね。しかもこれ回転速いでもう一発ぐらいやられちゃうんじゃないかな。でもさっき打てましたね。これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、張ってこなかったら多分ね、裏にね、毒ポケモンとかいるんじゃないかなと思ったんですが、張ってきたんで、張ってきたってことは、あれかな、毒ポケモンいないのかな。なんか毒クラゲとかいそうな気がしたんですけれども、どうだろう。で、自信打たれてやられちゃうのかな。やられていきますね。どうだろう。ギリギリいけるか。ギリギリいけそうですね。対面これで、取れたんだったら悪くない気はしますね。で、今回のパーティーなんですけれども、なんかシャドウとかそういったポケモンをちょっとね、持ってないっていうことで、近所の人にね、言われて、なんか初心者でも簡単に勝てるようなパーティーないってことでね、組んでみたパーティーなんですけれども、まずね、甘えるでご利用せるのと、あと、電流とね、ドッククラゲっていうところで、作りやすいっていうことでね、そういったパーティーしたんですけれども、このパーティー結構強かったですね。普通にね、なんだろう、本当に凝ったポケモンいなくて、なんか目新しいポケモンもいなくて、普通にね、なんだろう、誰でも作れそうな感じのパーティーなんですけれども、割と良かったかなと思います。で、そのまま突っ込んで、相手のシールド剥がし切ってるんで、非常に戦いやすいですね。だけど、これも一発、ぶん回していって、で、これね、多分ね、あれなんじゃないかな。これは突っ込んで切ってるってことは、裏、水なんじゃないかな。やっぱ水いますよね。電流相手にね、突っ込んできてますもんね。もうこれも水いるって言ってるようなもんですよね。で、雷パンチ打っていって、これで大ダメージ取れるんで、あとはピクシーでも持っていけますし、電流でももうこのまま持っていけるのかな。あるいは倒せたかな、これで。倒せましたね。大戦ありがとうございました。こんな感じでね、まず甘えれてね、出しがったらそのまま突っ込んでいって、で、やばかったら毒クラゲ投げていって、みたいな感じにすると、戦いやすいですね。で、次の対戦なんですが、相手がガラルマトドガスということで、とりあえず毒クラゲ投げていったんですけれども、毒技が抜群なんで、引いてくるのかなと思ったらそのまま突っ込んできてるんで、悪くない気がしますね。これ裏にピクシーに強いポケモンがいるのか、あるいは毒クラゲは追えないのかみたいな感じなのかな。でも、ガラルマトドガス初手に使ってるぐらいだから、毒クラゲ追えると思うんだけどな、ってか追えるポケモン入れてるはずだと思うんだけど、今交代系されたかな。とりあえず、足とボムって言って、されてますね。で、出てきたポケモンが、月光河ということで、これ追えてないですね。じゃあ追えるポケモンがいないのかな、毒クラゲに対して。じゃあシールド貼ってもいいかなって気はするんですけれども、一発は、でもやっぱ貼りましたね。で、突っ込んでいって、で、足も入れてるんで、多分ネットでぶっ飛ぶと思うんで、ネット打っていったんですけど、これでシールド剥がせればいいかな。貼ってくると思うんですけどね、月光がペラインでと思ったら貼ってこなくて、これでぶっ飛ばせたの良かったですね。で、ピクシー投げていって、で、相手がね、ガラルマトドガス戻してきたんですけれども、受けられるんで受けちゃおうかな。ぶん回してくるんじゃないですかね。あるいは、じゃれついてくるか。ぶん回してきましたね。シールド取られちゃってるんでね、これシールド使いたくないですよね。この対面自体は決して悪くないんで、なんやかんやね、突っ込んでいけると思います。で、相手がこれも一発ね、ぶん回してくると思うんですけれども、オバヒは打たないんじゃないかな。覚えてたとしても、オバヒ打って逃げてくっていう感じになっちゃうと思うので。じゃれついてきましたね。ということは、あれか、オバヒは覚えてないタイプのあれなんだ。じゃれつくとぶん回す。じゃれつくたまにいますよね。で、コメットパンチ打っていったらおそらく張ってくるんじゃないかな、相手。張ってきましたね。で、またピクシーでゴリゴリ押していって、相手にぶん回されちゃうんですけれども、シールド1枚しかないんでね、これは普通に受けていって、で、ここに対しては毒クラゲ投げていく感じにするのかな。多分毒クラゲで、ダメージ取りに行くんだと思います。だければ毒クラゲ投げていって、ジャルとぶん回すって分かったんで、受けられますよね。で、できれば毒好きだけで持っていきたいところなんですけれども、どうだろうな変えてきましたね。で、最後出てきたポケモンが、オーダイルということで、電流を合わせていって、今回ね、電流入れてる理由としてはね、こんな感じでオーダイルが出てきたときに、終えるようにしたかったからですね。だけで、シール貼っていって、で、あとは、ボルトチェンジだけで、ちょっとあれか、雷パンチ打っていくか。で、これで相手がシール貼ってくるか貼ってこないかなんですけれども、貼ってくるんじゃないかな。ハイドロカノン一発入れたいと思うんですよね、相手としては。で、張ってきて、で、あれですね、ハイドロカノン飛んでくるんですけれども、一発耐えますね。これ、シャドウじゃないですし、耐えてくれるんで、受けるしかないんですけど、受けていって、で、あれですね、雷パンチじゃないや、雷パンチか。打てればこれで、相手が諦めましたね。対戦ありがとうございました。諦めましたよね。このパーティーはね、ピクシーとドッグラゲーが XL 飴が必要なんで、そこがちょっと難しいところではあるんですけれども、でもね、初期からずっと出てるポケモンなんで、多分作れるんじゃないかな、初心者の方でも。なのでね、そんな感じのね、パーティーにしたんですけれども、シャドウ全く入れずに、伝説とかも入れずにね、やってみたんですけれども、普通に戦えてますね。で、電流引きに対して相手が投げてきたのが、ドラピオンということで、これは悪くないんじゃないかな。そのまま突っ込んでいって、むしろここでドラピオン出してくれたのはありがたかったですね。ピクシーでこいつにロックされると結構めんどくさかったんで。で、相手が打ってくる技が、とどめ針。とどめ針か。とどめ針はちょっとびっくりですね。これあれか、次にシールド確実に貼らせたいからとどめ針打ってきたのかな。どうなんだ？毒針の威力上げてもあんまり意味ないですもんね。ってなってくると、ここ貼らなきゃまずいのかな。とどめ針で攻撃上がってるんで、ちょっとまずそうなんで貼っていって、で、できれば、ボルトチェンジだけで持っていきたいところなんですけれども、相手が変えてきましたね。で、出てきたポケモン、クレセリアということで、ぶん回していけるんで悪くないんじゃないかな。で、相手は毒針でしかダメージ取ってないんで、あんまりこっちダメージ取られてないですよね。一発ぐらいなら技耐える？どうかな？ムーンフォースぐらいだったら耐えそうな気はするんですけど、未来予知はちょっと無理かな。これ耐えて一発打ってたらね、まだいいんですけれども、どうだろう。ギリ台って感じか。で、一発打てたんで、これでダメージ取るか、シール剥がすって感じにしていって、相手としては張ってくるのかな。張ってきましたね。で、ここね、ピクシーを投げていって、シールラードは取れてないのか。11か。どうなんだろう、これ。ピクシーなら戦えるかな。相手硬いポケモンなんでね、ちょっと、厳しくはあるんですけれども、これどうだろう。ムーンフォースで確定2発いかれちゃってるかどうか、怪しいラインですね。で、こっちも技打っていきたいところなんですけども、先打たれますよね。で、相手が技打ってくるので、これは受けちゃっていいかな。まだ受けられると思うんで。受けていって、コメットパンチを打っていく感じですかね。だけど、コメットパンチを打っていって、と思ったら相手がドラピオン投げてきましたね。悪くないかな。これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、どうするんだろう。張ってくるのかな。コバルオンじゃないや、ドラピオンか。ドラピオンって言ったっけ今、ちょっと。いいや。で、3匹目が見れるのかな。あるいはクレセリアが出てくるのか。で、出てきたのがバルジーナということで、これ悪くないですね。むしろ、めちゃめちゃいいですね。というわけで、できれば一発打ちたいとこなんですけれども、打てなかったか。かなり起点作られちゃったんですが、電流で、ドッグクラゲでもいいのか。ドッグクラゲと電流。電流結構弱ってるから、ドッグクラゲで頑張るしかないかな。で、相手がここで悪の波動を打ってくるんですが、どれぐらいダメージ入るかな。3分の1ぐらいだと思うんですけどね。全然入んないですね。これしか入んないんだったら、戦えるか。このままあれですね、起点作り気味にやっていけば悪くない気がしますね。で、相手が、悪の波動を打ってくるんですけれども、さっき一発目ツバメ打ってきたのか。で、バルジーナ投げ、電流投げていって、で、雷パンチが間に合ったんで、これでね、シールドか、対面ってところに迫っていって、張ってくるのかな。どうだろう。張ってきてもおかしくない気がするんですが、受けてきましたね。で、あれですね、バルジーナに、2発ボルトチェンジ当てられたなら悪くないかな。こっちはまだ、シールドはもう残ってないのか。残ってるのか。で、相手が技打ってくるんですけれども、ドッグクラゲの耐久力だったらやられる時だけ貼ればいいと思うので、バックアウトはダメージソースにならないですし、なんとかなりそうですね。だけど、そのまま突っ込んでいって、で、足も食らわせてしまって、これ食らわせたらヘロヘロになるんで、相手としてはね、こっちを無理やりにでも倒しに来るしかないのかなって感じはありますね。で、あとは毒好きで倒させてもらって、と思ったら相手が最後頑張ってきましたね。どうなんだこれ、ツバメで、でもツバメではもうやられないか。悪な波動ぐらい食らわなければやられないと思うので、まあこれは勝ち確なんじゃないかな。というわけで、後押し切って勝ちですね。大輝さんありがとうございました。アマエル型のピクシーって多分最近珍しいと思うんですけど、まあでもなんだろうな。やっぱりご利用しできるんで、まあ初心者の方には向いてるかなってことでね、まあそういう感じのね、構成にしてみたんですけれども、まあ割とあれですね、ちゃんと削れてますね。ただまあ次の対戦ね、相手がファイアローとかで出し負けていたので、まあ、電流投げていったんですけれども、それに対して相手がレジスチルで追っかけてきて、これはどうなんだろうな。まあ気合玉一発食らえますし、タイミングここで返せるんじゃないかな、ちゃんとやれば。どうだろう。まあ、受けてみてって感じですかね。ただ、一発目は電磁砲を打ってくる可能性もありますね。なんか攻撃下げて、なんだろうな、受けやすくしてみたいな感じはあると思うので、まあ、どちらにしろこっちは一発は受けていこうかな。それで戦えると思いますね。で、まあ、シールラード取れれば悪くはないのかなと思うんですけれども、あ、でも張りましたね。で、打ってきたのは、だから電磁砲ということで、やっぱり攻撃下げに来たか。で、攻撃弾が引かれなかったので、まあ、それは良かったですね。この後、気合玉打たれて、それ耐えられるから、どうだろう。まあ、シールル1枚使っちゃってるんでね、もう、なんだろうな、こっちは使わない感じでやっていくんですけれども、相手も使ってきたので、これだと対面取られるのかな。どうだろう。まあ、とりあえず気合玉受けてからね、様子を見ていこうと思うんですが、どうだろう。逆になんかシールル2枚剥がせそうな気もしないでもないですね。まあ、でも結構入れますね。こんなに入るんだ。これどうだろう、こっちの雷パンチ相手落ちるのかな。まあ落ちればいいんですけれども、落ちなかったらタイミングキープされちゃうよなって感じなんですが、まあシールド8に来ましたね。ということはやられんのか。ギリギリやられちゃいましたね。まあまあでもいいでしょう。ピクシー投げていって、で、まあ受けていってって感じですかね。まあ初手がファイアローなんでね。まあ、ピクシー守ってもしょうがないんで、まあ、どうだろう。あ、電磁砲でしたね。あ、電磁砲か。まあ、毛玉とあれですもんね。来たの。ラスタカラー覚えてないですもんね。で、なんだ、ファイアローが戻ってくるので、ドッグライン投げていって、まあ、ドッグラインが刺さってればなんとかなりそうですね。で、出てきたポケモンがクレセリアということで、未来予知を覚えてるかどうかっていう感じになってくるのか、こうなってくると。ちょっとね、劣勢というか、まあ、相手もあれですね、なんだ、今シーズン強化されたポケモンとかそういうんじゃなくて、普通に古き良きポケモンというか、ハイパーリーグといえばみたいなね、ポケモン使ってますね。こっちと同じ、なんかね、なんだろう、なんか、2シーズンとか3シーズンぐらい前のね、なんかそういった感じの、あれですね、ポケモン使ってますね。で、相手が技打ってくるんですが、まあ、シールド跳ねないですよね、ファイローが残ってるんで。なので、まあ、受けながら戦っていくんですけれども、草結びでゴリゴリ削ってきてるんで、未来予知は覚えてないっていうところはね、いいのかなと思います。で、こっちは100まで貯めさせてもらってからネットを打っていって、で、まあ、入れたら、あれかな、ピクシー投げていっちゃっていいんじゃないかな。というわけでね、入れて、ピクシー投げていってと思ったら相手が打ってきましたね。これどう、毒好きだけでいける？どう？ちょっとあれですね、怪しいとこですね。で、相手が変えてくると思ったんで、まあ、ここはピクシー投げていって、で、案の定でしたね。これ、空飛んでるのかな。焼き尽くすじゃない、ニトロチャージだから、空飛んできましたね。で、技打てなかったか。となってくると、とりあえずこっちのネットを入れていって、まあ、一発じゃ飛ばないんじゃないかな。どうかな。これ一発で飛ぶんだったらそのまま勝てますよね。あ、一発でなんとかなりましたね。で、クレセレが戻ってくるので、まあ、あとは足棒でもいいのでっていうか、毒好きだけで倒せるかな。あ、倒せましたね。大輝さんありがとうございました。相手のパーティーも本当にね、なんか昔のパーティーそのままって感じですよね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がラウドボーンということで、これ出し負けてるので、電流投げていくかな。電流投げていって様子を見ていこうと思うんですけれども、相手もそのまま突っ込んできてますね。まあまあ、でも、そんなに相手も引く必要はないのかな。で、まあ、ぶん回していくんですけれども、張ってくるか張ってこないか。まあ、一発は受けられるんで受けてくるんじゃないかな。受けてきましたね。で、あれですね、相手が技打ってくるんですが、こっちは対面返したいんだよな。どうしようかな。あ、張りましたね。まあ、シャドーボールまで溜まってるんで張っていって、で、それはシャドーボールってきてくれたんで、これ良かったですね。で、引いてきた引き先が、甘えてるんで、あれかな、なんかニーフィアっぽいな。パッと見。どうだろう、ニーフィアだったと思うんですけれども、まあ、だとしたら、まあ、ドックラゲでなんとかなるかなって感じだと思うので、まあ、ドックラゲでなんやかんやしていく感じか。で、技打っていったんですけれども、これどうなんだろうな、ちゃんと CCT やった方が良かったのかな、まあ、少しでも削りたかったんで早く打ったんですけれども、うん、まあここであれですね、交代時間回すって感じか。で、ニンフィアじゃないや、ピクシー投げていって、相手はどうだろう、サイコショックかな、どうだろう、ムーンフォース、サイコショックですね。サイコショック打ってきて、で、甘えるだけで倒させてもらって、で、ラウドボーンが戻ってくるのかな、まあ、ラウドボーンが戻ってくると思うんですけれども、最近でもいいから打てればいいんですけどね、あれか、打たせてくれなかったか、まあ、打たせてくれないか。うん。で、ここには、あれかな、電流から入ろうかな。電流から入って、相手にゲージを吐かせるみたいな感じにするのかな。毒好きで倒すにはちょっと HP 残りすぎてる気がするんですよね。で、シールラードも取られちゃってるんで。ただ、電流も残り少ないからな。毒からげで入るか。うん。で、まあ、シャドーボール打ってくると思うので、まあ、そこをうまく交代消していって、まあ、ちょっとね、交代時間とかあれですね、なんだ、似た技と小た技だったんで、できるかどうか怪しかったんですけど、まあ、交代系できたのは良かったですね。で、最後相手が投げてきたポケモンは月光河ということで、まあ、月光河だったらいけるんじゃないかな。うん、なんだ、どっくらい着地してますし、ちょっと起点作ってはいるので、うん、まあ、辻切りでやられなければって感じなんですけれども、うん、ただまあ、最近辻切りめっちゃバフかかりますよね。うん、なんかそれでもしかしたら押されちゃう気もするんですが、どうだろう。あとはラウドボーンもゲージ、まあ、ギリギリ、ちょっと今数えてなかったんですが、一発、うん、まあ一発、二発かな。どうだろう、一発じゃたまんないか。うん、で、まあ足棒打っていって、まあこの感じだったらあれですね、月光が倒せそうですね。で、相手が辻ってくるんですけれども、まあ先に次の辻切りも飛んできちゃうかな、もしかしたら。うん、まあ、飛んできちゃうと思うので、そこはしっかりシールド貼っていってですかね。これはあれかな。こっちはゲージ吐かないで取っといた方が良さそうですね。で、やっぱりね、技が飛んできたんで、これ貼っていって、で、変えてくるかな、ラードボーに。ここで。あ、変えてきましたね。うん。だけど、まあ、そのまま倒させてもらって、なんとかいけましたね。うん。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回ね、ちょっとね、近所の人のリクエストでね、初心者でもいける、まあ、なんだろう、作りやすいような、パーティーでね、やってみたんですけれども、うん。なんか、なんだろう、昔に戻ったような気分でしたね。甘える使っていって、ピクシーの。うん。で、あとは、まあ、ドッグクラゲと、シャドウじゃない普通の電流っていうね、うん、感じで。まあ、でも強かったですよね。普通にこのパーティーで潜ってて、15戦くらいやって、まあ、10勝だったから、3勝、4勝みたいな感じだったので、うん、なので悪くはないと思うんですよね。うん、なんかやっぱり今、なんだろう、新しいポケモンっていうか、なんだろう、技が、ね、強化されて、みんなが使ってくるようなポケモンがね、やっぱ注目されて、っていうかまあ、そこら辺を中心にね、まあ、動画上げてる、まあ私もそうなんですけども、動画上げる人が多いんですけど、まあこういったね、なんか昔のパーティーというか、昔からいる普通のポケモンたちでも普通にやっぱ戦えますね。うん。目新しいからどうしてもそっち、なんだろう、ね、強化されたね、ポケモン使ってはいるんですけど、うん。だからまあなんだろうな、なんやかんや、もしかしたら、なんかギラティナとかクレセリアとか逆風とか言われてるけど、使いようによってはまだ全然戦えそうですよね。うん。で、まあ実際ね、レジスチルとかね、うん、まあそこら辺はよくいますし、うん。まあ、あとは、あれかな、ガラルマタドカスとか、でもあれは妖精の風が強化されたから、一応あれか、今シーズンの目玉でもあるのか。うん。まあ、そんな感じでね、なんだろう、うん、普通に、昔からいるポケモンでも、全然ハイパーリーグ潜れると思うんで、うん、まあ、もしよかったらね、使っていただけたらなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事して概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。